せーの、恋愛節。こんにちは。こんにちは。この番組は恋愛作家の店長と疑似恋愛の先生さらに不安なので石坂さんにも助けてもらいながらお届けします、はい、最後までお付き合いください。タイマー押すの忘れてましたね。で、で今日先週ですかね、はい、はい、我々まあ何でか知らないけどちょっと番組できなくて、はい、ちょっと一周お休みさせていただいて、はい、であと7月で、まあ、我々番組一応最終回っていう形なんで、うん、はい、ちょっと恋の妄想をやっぱ作家として、はい、ちょっと綺麗にまあ締めたいなっていうのがあるんですね。うん、こっから先ちょっと手抜きしたくなくて、はい、で今日もちょっと忙しくて、うん、なんだかんだネタ考えてこないでやって、はい、で妄想ちょっと前に進めようかなと思ったんですけど、うん、ちょっとやっぱね手抜きしたくないから、うん、今日はちょっとすいません、なんだろうな、ラフな感じでちょっと番組をお届けしようかなっていう。討論番組で。討論番組で。はい、まあ、何がいいのか分かんないけど、はい、で誰が聞いてるかも分からないけど、一応とりあえずね、マイクの前で喋ってる以上はね、はい、何か情報を伝えないといけないから、はい、大した情報じゃないけど伝えていきたいと思います。これぐらい？なんかある？他に。いや特には。あ、ない。今日でもやっぱ全然喋りきれてる。もうあと1分45秒回ってどうする？なんかないか？じゃんけんするか？じゃんけん。何声で伝えるのが大丈夫。熱くなったね。あ、だね。そうだね。熱くなったねって。誰が？で本当にあれ、梅雨明けてから全然雨降らないね。あ、そうだね。めっちゃ本当に毎日暑くない？まあ今我々が今撮ってるのが、うん、今日が木曜日。はい、で週末から一応天気崩れるんよね。あ、なんか予報ではそうなってますね、うん、だちょうど公共の電波で流れてる頃には大雨かもしれんね。いいかもう無駄に時間削るのもったいないから、すいません、あの余った分は後ろ天気の話でやっぱりあんまり膨らまんね。天気の話って営業トークか、営業よりかも低いんじゃないの。はい、行きましょうな、はい、はい、この番組は、はい、毎週土曜4時半から5時までの30分番組です。実際は収録放送のためリスナーさんとは時間がずれていると思いますがご了承ください。ただしネタがなくなり次第ツイキャスを取り入れてメッセージは拾いません。拾います拾ってくださいね。はい、お願いします、はいはい、で番組の内容としてはリスナー参加型となっており、恋がしたくなるコーナーをメインとし皆さんと恋愛のトークで盛り上がっていきたいと思います。そろそろ自粛終わってるからね、そろそろ盛り上がっていけるかな、ちょっと緩和されてきてるからね。ただこの番組メールが来ない来ないね。みんなまだ自粛してるんじゃない。あ、まあ、自粛してたら遅れよじゃない。メール遅れるだろ、何してんの自粛中。はい、ね、一番ね、まあ、そういうね、まあ、自粛してる時だからこそメール送ってほしいなみたいな ね、はい、この番組はメールを求めてます。はい、メールアドレスは79なったよ、はい、797@fmgino1.com まで送ってちょうだい。はい、それでは CM でーす。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。軽自動車の時代、軽がマンドイビンド、長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、ほか軽がヤッサイビンド、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。続いてはメインコーナー、恋の妄想、イエーイ。これ声だけは出そうかなと思って、うん、最終回までよ、このイエーイでよ、死の豪感がよ、見え見えだよね。逆に最終回までやらんといけんな。まあ、まあ誰も聞いてないからいいか。はい、このコーナーは恋愛作家の店長が空想により考えた恋のシチュエーションをお題とし、はい、我々2人がお題に対して答えていきます。その後答えた内容を石坂さんに選んでもらい、良かった点悪かった点について議論し、恋愛節へ出世してもらうコーナーです、はい、ただしこのコーナーはラブメールなしではいずれ廃止となります。
配信なりません。もう7月なんでずっとやります。あ、そうですね、継続していきましょうね、はい、そこは一貫してやりましょうね、はい、はい、今日ちょっと実際、まあ、はい、恋の妄想は、うん、本題の部分はちょっとお休みで、うん、ちょっと番外編でいくんで、うん、ちょっとプチコーナーで若干時間を稼げればなみたいなね尺をちょっと長く取れればね、はい、みたいなね、はい、そういうのを思ってるんですけど、はい、はい、6月の月間コーナーなんですけど、はい、同棲したらやってみたいこととはっていうのでですね、はい、6月はちょっとやってるんですが、はい、どっちからいきます？ちょっと酸欠状態なんで、はい、先生の方から。先生いきますか？大丈夫ですか？はい、昔憧れ、もう今はないのかなって思うんすけど、DVD を借り、ビデオとか DVD を一緒に借りに行って、うん、それをゆっくり見るみたいな。意外にベタだけど結構いいかなって。でも今な、今携帯でみんな見るからな、うん、なんかあれを見てて憧れてたな。あ、でもなんか分かるような感じね、うん、その感じね。なんか帰ってき、仕事終わって帰ってきて、うん、明日どっちもなんか週末で仕事お休みみたいな、うん、あ、じゃあゆっくり映画見るみたいな、うん、なんかあの感じは、あ、いいなっていう。これでもおじさんが言う内容なのかなっていうな、うん、あ、そうなの？あ、そうじゃない、じゃないか、そうか、なんかおじさんが言う内容かな。あ、マジ？じゃあおじさんが言う内容を次。あ、そうだね、じゃあ、はい、逆に逆におじさんが言う、同棲したらやってみたい内容とはっていうのを、はい、店長が言いましょうね、お願いします、はい、店長は逆に、うん、同棲したら日曜日に、うん、ソファーで寝転がって、うん、で、うん、この彼女が洗濯物を畳んでる姿を見て、うん、ほっこりしたいなみたいなね。これまたなんか撮ってきた。そうそう、これパバックナンバーの日曜日っていう。あ、やっぱり、はい、なんかでもなんかあの歌詞をなんだろうな、この風景がよイメージできる、想像できるんだよね。なんかいいなって思うのを歌詞に綺麗にしてるんだけど、でもなんかそれあれだね、想像したらその光景って本当にザ幸せな感じだね。なんかねこういう小さなことを幸せって思えるのが人間ですよっていうね。さすがおじさんだな。なんかね、おじさんになるとなんかお金でどうにかしよう感が強くなってくるから、それはダメだろみたいな。それは個人差があると思うけど。あ、そうか。まあ、でもあれだよね、当たり前のことって結構幸せに感じるのがおじさんかもしれない。そう、そうだね、だん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 純粋になっていくからね。そうだね、年を重ねるとね、うん、若いうちが一番ひねくれてんのかなみたいな。はい、7話してたけどいいか。はい、11分なんで、はい、ここからは今日は時間も読み上げせいで、はい、ここからはネタを考えてない満載、はい、満載感でカミカミですけど、はい、お届けしていきましょうね。はい、はい、ですね、うん、今回恋の妄想はちょっとまあ実際ちょっと私たちの、まあ、なんていうんだ、諸事情、諸事情、うん、でそんな大したもんじゃないけどな。あ、そうだね、仕事が忙しいだけの話なんですけど、諸事情でちょっと1日っていうか、まあ、この週だけお休みします、はい、でそこでちょっと考えてきた、うん、はい、今日の、まあ、プチネタなんですけど、はい、これちょっとインスタ上から拾ってきた、うん、一つのエピソード、男女のエピソードで、はいはい、で実際付き合っていない2人、うん、で、うん、女性の方が、どっちかといえば男性のことを好きなのかな、まあ、内容的に、うん、で、そのシチュエーションの場所が、なんていうかな、電車のこのなんていうかな、ホーム、ホーム、ホームでの 駅、うん、駅でのちょっとお話を書いてるんですけど、それをちょっと読んで、うん、その後にちょっと茶番しようぜみたいな感じでいくの。オッケーで大丈夫。茶番の内容テーマなんだね。ちょっと今呼吸整えようね、うん、酸素が少なくてよ。マスクがよ邪魔だな。はい、はい、じゃあ行きましょうね、はい、まあ、今のをちょっと頭に入れながら、うん、駅のホーム想像しながら、はい、はい、で男女のお話、うん、で女の方、まあ、女性の方が、女って言ったらダメだね、女性の方がこんな感じのちょっと男性のことを思ってる、うん、っていう、はい、まあ、そんな中で、うん、まあ、このシチュエーションをちょっと読んでいきます、はい、はい、読んでいきましょうね、お願いします、はい、私が彼の立っていた位置にたどり着く時にはすでに先を歩いていて、見失うわけでもないのになぜか必死で後ろをついて歩いていた。ちょっと酸素が足りない、はい、ちょっとすいません、ね、酸素が足りない。今のもエピソードですか？あ、エピソードです。エスカレーターを降りて、はい、改札がある階に戻る。あれ、うん、おかしな声を出した私にすぐに察しがついたようで、こっちにあったんだね、あの時気づいていれば間に合っていたけど、
乗っていれば今のこの時間はなかったんだから人生どう転ぶかわからない、ほらいいこともあるじゃん、エスカレーターの下にある自販機の横にベンチがあった、よくある鉄製のそれで腰をかけたらだいぶいい感じにひんやりするだろうな、座れよ、私だけそうするように促したけど座ろうよ、突然そう答えた。詰めて息継ぎもしながら読んでよ、ね、ごめんね、これをなんかよ女性とか男性とか振られてなくてそのままちょっと文章読んでるけど、なんか頭の中でちょっとイメージしながら聞いてね、ごめんね、自分とかって入ってないの、ああ入ってない、俺みたいに親切じゃないからごめんね、はい、読んでいきます、はい、腕をぐっと引き先に彼を座らせ、はい、反応を伺うと予想通りの結果で面白い、私の悪事に気がついた彼がお前もお尻冷やしなさい、そう言いながら私の肩を掴んで座らせた、片手の腕一つで動かされてしまうたくましさにドキッとした、どっちが好きかのやつの続きをする、どっちが好きかって、まあ、あの販売機でこれお茶コーラみたいな、うん、の意味ですね、はい、うん、立ち上がって自販機のボタンを選びながら彼が聞く、で彼女ね、さっき生まれたドッキンが瞬く間に増えていく、ジュースを選ぶ目元やボトルを取り出す指先も一つ見るたびにドッキンは増えて溢れ続ける、ドッキンドッキンって書いてある、あ、ドッキン、ドッキン、ドキドキじゃない、でもドッキンって書いてる、ドッキンでしょ、あ、本当にドキンだね、ドキンでしょじゃあちょっとそのまま読ませて、いや、あまりにもちょっと後で引っかかったもん、あ、分かりました、後で聞きましょうね、ちょっと早く聞いてたね、いや、ドッキンって何かな、はい、人の気も知らずに、はい、知らないでのんきに彼はお茶とジュースを2つ並べて持ってどっちのジェスチャーをして私に選ばせた、指さした方のお茶を手渡して、じゃあ俺が言うね、隣に腰を下ろしジュースの蓋を軽くひねりながらそう言うので、私はうなずいて彼の言葉を待った、ようやく乾ききった喉に水分が通りゴクリという音を立てて通る、ね、じゃあ赤と青、赤かな、犬か猫か、飼うなら犬、見るなら猫、細けえな、わかるけどこんなのずっと続けてられるな、喉も潤いドキドキも少し落ち着いて心地よさで満たされていく、何が面白いのって思っていたけど意外に楽しいね、彼も同じように感じていたことがさらに嬉しい、じゃあね、痛いか痛くないか、何それ、そりゃ痛くないに決まってるでしょ、え、そうなの、何当たり前のことを聞いてるんだよって彼が伺う、ちょっとなんかあれだねちょっと息継ぎが苦しくてよ、で痛くない、うん、ファイナルアンサー、うん、かっこしつこいな、かっこ閉じ、僕は痛い方だったんだけどな、なんで痛いの好きなんて怖、さては M ですか、どっちんという、あ、待ってよさては M ですかとからかうつもりで覗き込んだ彼の目がまっすぐ私を見つめた、うん、一緒にをつけてもう一回選んでみて、少し低い声が何かを予感させる、一緒に…点点点を痛いに…点点点、あ、私が気づくまでの工程を見届けたのか、彼は少しも目をそらさない、勘違いじゃないだろうか、もっと他に意味を持つ感じがあるのかもと返答を迷ってしまう、選べない、これ彼が言った言葉だね、選べないはね、選べないって聞いてる、うん、聞いてる、うん、で視線が熱い、彼のまぶたが伏せないうちに言わないと、もう後先のことをあれこれ考える癖はやめよう、考えたところで彼を好きなことは止められないのだし、ほんの一部しか知らなくてもいい、知ってる分だけのあなたを私の全部で思いっきり好きでいよう、最終電車のアナウンスが遠いところで聞こえた気がする、痛い…点点点にする、最初のいでもう彼の腕は私の体を捉えていた、おっせえ、考えすぎなんだよ、私の好きな彼の声が体を伝う、センスがいいね
私の頬にうなずいた彼の頬が揺れる。じゃあさ、話すか話さないか。そう聞くとすぐに黙っ、そう聞くとすぐに黙ってる。ちょっとそこは別の言い方なしでしょう。ぐははっと大いに彼は笑った。むっとした彼の胸を突き放そうとした私の腕を力強く握り引き寄せる。答えこれでいいでしょう。頭の先から足の小指の爪まであなたのことをどれくらい好きか話すのに朝まで数時間足しても足りないだろうか。あんなに憎らしく聞こえた笛の音が軽やかに耳の音で、あ、耳の奥で鳴っていた。ちょっとカミカミで伝わらんか。なんだろこれ。なんだろなんだろうな、ちょっとなんだろうな、これ伝えたかったのは、一応雰囲気的にはちょっとじゃれ合ってるような感じからスタートして、そうで椅子があって、うん、赤と青どっちが好き、うん、で痛いか痛くないかどっちが好き、うん、でまあ普通だったら痛くない、うんを選ぶ人間、痛いの嫌さ。あでもそれに一緒にをつけたらどっちっていう、うん、まあ彼が言ったのは、うん、痛い痛くないどっちがいいで、うん、彼氏は痛い、俺は痛いがいいよ、うん、でも彼女は痛くない方がいいでしょう、うん、で痛いのがいいっていうのは M じゃないの、うん、っていう話の中から、うん、じゃあ分かったっつって、じゃあその痛いに一緒にをつけたら、うん、そしたら答え変わるんじゃないって言った時に、うん、一緒につけると一緒に痛いになるから、今あ、うん、アウチの痛いじゃなくて、あの一緒に痛い方、あじゃあこの例えはあれよ、どっちですか、痛いってことよ、あ例えは痛いってことだけど、うん、一緒にをつけると、うん、ニュアンス言葉の意味合いが変わってくるよねって、うん、言葉遊びだ奥さん、あわかる、そういうこと、言葉遊びだ奥さん、非常になんか深いなと思って、内容が深いね、うん、で彼女もそれを気づいた時に自分の好きな所作ね、うん、だから自分も痛い方がいいみたいな、それを言葉遊びでやってるんだけど、うん、であと何だろうな、うん、この部分のフレーズが良くて、うん、ほんの一部しか知らなくてもいい、うん、知ってる分だけあなたを私の全てで思いっきり好きでいいよ、これなんか良くて、何だろう、うん、今のこの人との距離は遠いんだけど、うん、自分が知ってる分って言ったら、うん、例えば10ある中の2割しかこの男の人のことを知らない、うん、でもその2割を知ってるから、うん、その2割で今の自分の気持ちを思いっきりこの人に好きをぶつけようみたいな、この表現の仕方が素晴らしいなと思った。でなんかこのあそこで不安になったりとかじゃなくて、もう思いっきり飛び込むような気持ちで好きになろうみたいな、うん、そうこの人がどういう人か分からんけど、うん、今自分が知ってるこの人は素敵だから、うん、それでもうなんか思いっきりこの人のこと好きでいいよみたいなね、まあ、素晴らしいなと思って、でこれがなんかあのインスタで書かれてた、うん、いより妄想シナリオなんだけど、うんまあ、清水いおりさんが昔に書いたであろうちょっと言葉遊びの妄想のなんかシナリオなんだけど、でこれはね本当はなんだろうな、文章で読んだ方が伝わるはずなんだけど、ラジオさで今日ネタ考えてないさどうしても困るんだよ、わかる、ちょっとかかやかかかやかかやしてで死に長文3万円またいでるからなこんな長文読んだことないわっていうぐらい一応読んだんだけど、これなんか本かなんかを書いてるってこと、いや言葉遊びだから、家を清水いおりさんがもパーって思いつきでちょっとシナリオ書いてみたみたいな、そうそうそう、妄想でこんなのがあったらいいなを言葉遊びで表現してる、うん、ださっきの痛い痛くないとか、うん、でなんかねさっき言ったあなたのことをそんなには知らないけど思いっきり好きでいいよとか、なんかそこら辺を全部なんか言葉遊びでなんか人のなんていうかな、うん、心をつかむようなこのシナリオの中にそういうフレーズがあって、うん、それを取り上げていくみたいな感じ、そうそれを入れてる、やっぱあれだよね、曲書いてる人だなって思うよね、うん、なんかストーリーと言葉の使い方、ねうん、表現の仕方がとってもすごいなと思う、俺これ読んだ時にあすげえなーと思って、うん、俺も自販機の前でほらお茶ってやってみたいなみたいな帰れって言われるなんか青みたいなどっちがいいって、ね、なんかでアルさんの CM やっぱ曲作るのと同じ感覚なのかな、一応曲もやっぱりストーリーみたいですからね、うん、であれもちょっと言葉遊びでしょ、うん、いい言葉、人の心に刺さる言葉を選んで、うん、なんかね詩って書いてるから、
かすげえなーと思って、俺これ読んだ時にあいいなーと思って、うん、次彼女ができたら、うん、まあまずね改札くぐって、うん、で電車逃して、うん、で販売機の前のベンチに座って、うん、まんま同じこと清水よりじゃないからね一応新しいオリジナルでは考えきれんからこんなのは難しいからねだから俺の場合は赤のベンチがいい青のベンチがいいっていうねまあそこら辺のね大したことないでコオロギかゴキブリどっちがいいみたいなどっちも微妙だわみたいなどっちも嫌だゴキブリも嫌だけどコオロギも家にはいてほしくないなで最後に痛いのと痛くないのどっちがいいみたいなねそれを使おうかなみたいなねその前振りねあの上の部分はいくらでもね痛いの痛くないので一緒に痛いっていうのはうまいなっていうザブト一枚だね超いいなと思ったしかもこれあれじゃないですじゃれやってる中で急にこういうのポッて入れられたらちょっとドキッとしないですか、うん、逆もそうだよね、うん、急にこういう風にポッて入れられたらだってもともとは自販機のところでな、うん、いきなり意味のわからん猫と犬どっちがいいみたいなどっちでもいいわみたいな本当にただ雑談でしょ今聞くことかみたいなもう帰るよっていう、ね、そんな価値で答えられてもみたいな猫がいいで猫がいいって言ったところでその後言葉なんて言えばいいわみたいなそれ考えるのがめんどくせえわっていうねこっちからするとでもその意味のないことを表に持ってきて、うん、で最後にちゃんと意味のあるものをなんか持ってきてるからこれ伏線だったのかなだからなんか警戒 されないように、うん、最初は警戒されないようにとぼけたものをかましといてうまい伝え方だね、うん、本気で最後持ってくるっていうすごいなこれはまんまと持っていかれますねこれあれや女騙せるよなっていうねうまいな素晴らしいなと思ってやっぱねあの店長が尊敬してる人だけあってすごいなっていうのが感想です、うん、どんななんかこっちに来るときあの雑だよね今俺これに対して全部の感想を言うだからあるよねうまいな、うん、こんなのいいさね、うん、で逆にじゃあ、うん、先生が石坂さんをデートに誘うときはどんな感じやるの、うん、今のこんな言葉遊びみたいな感じ、まあ、例えばよ例えばの話よデート行ってもらえませんかっていう、うん、何も遊んでねえし俺清水よりじゃないからねこれ聞いてなんか工夫しようとか思うだろデート行ってもらえませんかって俺その後なんて言えば今いや別に店長は喋らなくてあじゃあ石坂さんにあの言ってもらえないでもこれうまいっすよねこういう言い方だったら、はい、ちょっと待って待って待って、うんデート行ってもらえませんかって言われたら、はいはい、なんて言うんですかあ考えますってちゃんちゃんって考えますでもやっぱ説得はしないんすねそこら辺はうん多分あ分かんないですその時の雰囲気あやっぱシチュエーションとかも大切なんですかシチュエーションあい、うん、多分あ分かんないですねでも例えばですよ、はい、じゃ FM ギノワンの、はいこの螺旋階段があるじゃないですか、はい、あここのそうそうそうギノワンのねすぐここのリアルじゃないとあるでしょイメージできないでしょなんかそこをねあのなんだろうよくあの局長がタバコ吸いながら電話してるところあっちをなんだろうあの車まで行く帰り道ね、うんまあ、螺旋階段を2人で降りながら、うん、で歩いてる時に、うんまあ、急にねあのデート行ってもらえませんかっていうそのシチュエーションは、うんうん悪くないですか？シチュエーションあ悪くはない。わかんないですね。あそうだシチュエーションってシチュエーション。どっちがお話がありますみたいな感じでデート行きましょうみたいのと、はい、それともさらっと今みたいになんか普通に喋っててあ今度デート行きましょうみたいな。あどっちがいいのかっていう。そうだね、構えてくる感じだったらでもちょっとおーってなるかもしれないですね。ちょっとピクって。おーっていうのはなんだろう、はい、あの。ちょっと揺らぐっていう意味の王ですか。あ、違います。びっくりの王。ちょっとびっくりの王。じゃあやっぱ誰だ。あれ多分ちょっと私は特殊だと思うので他の女性とはちょっと。そうだ、コールさんぐらい聞いてるみたいな、ね。そしたらまた違う答えが出てくるかもしれない。自分はあんまり真剣に、はい、なんだろう。あのデート行きませんかとか、うん、あの抱きついていいですかとかハグしていいですかなんて言葉は言えない方でやっぱなんかどっちかといえばちょっとなんか茶番気味な、うん、茶番寄りな誘い方だったり、うん、茶番気味な
チューをしたりとかするから、うん、モテないんだろう、ね、チューするときも茶番してるのずっと茶番してるのこれがなんか俺チューするときぐらいちょっとロマンチックにした方がいいんじゃない、これが長所さん、ね、ある意味、まあ、短所でもあるかもしれないけど、まあじゃれ合ってるときはな、じゃれ合いながらなんか不意にパッてできる感じもかっこいいなって思う部分もあって、はい、もう結構意外に意外にあれだな、曲も入れずに何を読んでるか分からない、しかも実はもう一個は考えてたんでしょ使えなかったね、あそうだから今逃げ恥にとってもハマってでその中でハグとかっていう単語が出てきてて、で我々ヒロイン石坂さんも多分逃げ恥を見てるんですね、でこれが終わった後に、あるそれに携わるコメントをツイッターでやってたんで、はい、なんかそういうのも含めて多分見てるだろうなみたいな、じゃあまた来週まだ分かんないけど